ここよ。一人目の支配の律者が誕生した場所。いい大学ですね。人形体内のコアを解析した結果、律者に関する情報を手に入れた。ただし情報があまりにも乱雑で終わりのないパズルのようだ。しかし逆探知により1体目の人形が現れたと考えられる場所を絞り出した。ニュージャージー州の大学、宿主は医学部の教授だ。ちなみに今は宿主という言葉で人形の元となった人間を表すことにしている。彼を見つければいいのね。もし彼がまだ生きていればだけど。ああ、できれば本人を助けてほしい。もし失敗したとしても人形を持って帰ってきてほしい。人形のコアを破壊しないように注意してくれ。中から情報を抽出しなければならない。一体目となる支配の律者のコアは最も重要なものなんだ。どうして？家系図を想像してみよう。最初は二人だったが、どんどん数が増えていき木のようになる。支配の律者もそうだ。もしそれが本当に一体目の人形なら、それを基準に他の個体との違いを比べることで律者の誕生法則、電波規律、能力原理の面から鍵となる情報を入手できるかもしれない。もちろん家系図はあくまで比喩表現だ。実際の計算はもっと複雑だろう。だが何があってもこの一つ目のかけらは僕たちにとって必要なものになるはずだ。私たちの任務は大学に潜入し、その教授のことを調べ、できれば本人もしくは人形を見つけてネゲントロピーに連れ帰ってくることね。天命のバルキリーたちも律者コアの回収をしてるし、きっとヨルムンガンドも動いてるわ。だから一体目の人形はすでに彼らの手の内にあるかもしれない。それでもできるだけ情報を持って帰りましょう。わかりました。指揮の律者の方は？残念ながらまだ彼女の行方はつかめていません。しかし彼女は私の体内にあるコアとまだつながっているため、たまに断片的なものを感じます。断片的？視覚や感覚のようなもの？ええ、でもどれも一瞬だけですが。彼女が心配なの？ええ、彼女は律者ですが、その根の部分は悪くありません。このまま放っておけばまた崩壊の意思に狙われる恐れがあります。じゃあコアの力を使って彼女を探すことは？できないと思います。どうして？変なんです。コアは私の中にありますが、指揮の律者の力は彼女が主導権を握っています。都政の羽の一枚の羽を頼りにこの世に存在しているのです。綱引きみたいなもので、私が律者の力を使おうとすれば彼女を自分の方へと引き寄せなければいけません。しかし今の私にはできない。綱の反対側は彼女がきつく握っていて、どれほど力を入れても動かないのです。もちろん都政の羽の称賛、それと私自身の力がまだ回復していないことも関係しているとは思いますが。負荷の体はその影響を受けてるの？任務の遂行に問題はありません。学園長、お気遣いありがとうございます。学園長、
フカの過去を知った今、学園長と呼ばれるとなんだか変な感じがするわ。そうですか。でもあなたはセイフレイヤーの学園長なんですから、事実を口にしたまでです。ソルトレイク基地のことを聞きました。皆さんは大丈夫ですか？ブローニャの状態は安定してるわ。律者の力は奪われたけど、体の方は大丈夫よ。安全のためキアナにはしばらく任務を与えず、施設内で待機してもらってる。ええ、もし支配の律者の目的が律者の力なら、その判断は賢明です。ただまた部屋にいてもらうことになるのは申し訳ないわ。せっかく自由に行動する権利を手にしたばかりなのに。キアナはそんなことを気にしないと思います。だから申し訳ないと思うのよ。セイフレイヤーにいた頃だったら今頃大暴れしてるのに。あんなやんちゃだった子が今はもう大人になっちゃって、早く永久ヴァルキリーになって任務に出たいって騒いでた日々が懐かしいわ。気づいたらキアナは大人になっていて、聞き分けも良くなり頼もしくなってた。あの子の変化を見ると、なんというか嬉しいけど同時に辛くもあるわ。学園長、そんな彼女を見てるとたまに過去のことを思い出して、またあの無邪気な笑顔を見せてほしいと思うの。今のキアナの笑顔はもう昔とは違うものになったわ。でもそれもいいことだと思う。人は前を向かないと。彼女たちの選んだ道を信じてるわ。キアナもブローニャもメイも、もちろんフカもよ。私？あなたもセイフレイヤーの一員でしょ。ありがとうございます。さて、年長者のおしゃべりはここまでにして任務を開始しましょう。学校に潜入するためわざわざこの格好で来たんだから。似合ってますよ。おい、間違ってるぞ。あ？間違ってる？この入り口は通行禁止なんでしょうか？違う違う、ここは大学、小学校なら向かいだよ。小学校？実はですね、ケビンさん。この子は私の妹なんです。妹の夢はこの学校で勉強することなので、今日は見学させるため連れてきました。ああ、なるほど。ああ、友達の娘もちょうどこの子と同じくらいの年で、ここの学生になりたいと言ってたな。お嬢ちゃん、どの学部を目指してるんだい？お姉さんと同じ学部かな？あ、
姉ちゃんの学校はすごく綺麗って聞いたから中に入って見てもいい？ああ、もちろんいいさ。ちゃんと勉強して夢を叶えるんだよ。可愛らしい妹さんだ。これ以上邪魔はしないでおくよ。ありがとうございます。なんなの？どうして私の体は子供のまま止まってるの？まったく不便だわ。それはむしろ羨ましいことなのでは？もうこんな格好二度としないわ。とにかくまずはあの教授の研究室から調べましょう。こっそり忍び込むわよ。この学校はセーフレイヤーと少し似てるわね。久しぶりに学園に戻りたいですね。でも生徒はあまりいないみたい。夏休みだから皆さん帰省したのでしょうか？そういえばそうだったわね。セーフレイヤーは夏休みでもみんな学園内にいるから勘違いしちゃったわ。ここが彼の研究室ね。結構散らかっていますね。何かないかを探してみましょう。手がかりがあるかもしれないわ。講義の時間割り、ああ結構入ってるわね。ローンの通知書に電気代の催促状。どうやら経済的なトラブルがあったようです。これは日記でしょうか？あの教授の日記？名前からしてそのようですね。見た感じは普通の日記ね。5月15日、あれ、今月も半分が過ぎた。まだ返答はない。5月17日、ああ、また不採用になった。クソ、なぜこの研究の重要性がわからない。すでに7つの医学誌に不採用を食らった。もういい、ここまでだ。誰もこの革新的な課題を理解していない。ネガティブな感情を随分と溜め込んでたようね。終わった。今月も進展なし。お金も全部ローンの返済に充てた。昨晩劇場の夢を見た。これだわ。劇場は非常に広く、ゴシック建築のようで、映画で見たビクトリア朝を思い出す。
しかし中には誰もいない。まるで私のためだけに作られたみたいだ。かすかに声が聞こえた。私はここにいるべきだと、みんなはここにいるべきだと。みんなとは一体。そう、そうだよ。一人の声は小さく弱い。だからもっと仲間が必要で、もっと多くの声が必要だ。待て、私は一体何を書いている？はあ、ストレスが溜まりすぎているのかもしれない。またあの劇場の夢を見た。私は誰かに背中を押され、舞台の中央で歌って踊っていた。誰かが拍手してくれた。その音は木材がぶつかり合う音のようだった。精神科を予約した方がいいかもしれない。おかしい、私はあの劇場の夢を期待するようになっている。昨日は一日中眠っていたみたいだ。何の記憶もない。目覚めた時、目の前には木製の私が座っていた。この木製の私が人形ね。その身長も座る姿も顔も私とそっくりだった。ああ、わかった。あの劇場こそが私の帰る場所。私を待っているんだ。これは劇場がくれた贈り物。現実の私の身代わり。支配劇場へようこそと夢の中で誰かが私にそう言った。いや、違う、あれは私の声だった。歌う、解剖、手術、解剖、支配、支配、解剖。このページ何も読めないくらい塗りつぶされていますね。夢の中の声、支配劇場、それと謎の人形。現実で人形が生まれた後、彼らはおかしくなって気を失い、さらに失踪するケースもあります。そして人形は彼らを演じ、彼らの代わりに事件を起こします。支配劇場は奴らの本拠地ってことね。ブローニャとゼーレの情報によると、例の劇場は異空間のようだった。人形たちは自由に劇場を出入りできて、他人が入ることを拒否することもできるかもしれない。まるで改札員のようね。残念なのは日記に他の手がかりがない点ですね。だからここに残っているのかもしれませんが、職員寮に行きましょう。それと警備員に教授が失踪した当日の詳細を聞いてみましょう。わかった、職員寮には私が行くわ。警備員の方は負荷に任せるわね。私が行くとはきっとまた子供扱いされるし。警備員は確かここら辺に。私に何か用かな。君、体に異物があるみたいだね。人形？私が助けてあげようか。ん？君、どういうことだ？何がですか？
律者コアの気配を感じて往診に出たというのに、君のは血栓のような、違う、種物、それも違う、君は自分の力を扱えない偽物の律者か。あなたは知らなくてもいいことです。どいつもこいつも気分が悪いのに隠そうとする。それじゃあ治る病気も治らないだろう。リラックスして私の言う通りにするんだ。ちゃんと治療してあげるから。自分のことだけ心配してください。最近の若者は言うことを聞いてくれないな。医者の言うことはちゃんと聞きなさい。さすがにこれはかなわない。逃げるが勝ちだ。待ちなさい。逃がさないわよ。神の鍵、面白い。でもこんな死んだコアよりも生きてるコアの方がもっといい。何せ解剖は法医学の専門だから。あなたたち一体何が目的なの？目的？お嬢さん、医学の最終目標は何だと思う？人類の進化に決まってるだろう！まだわからないか。崩壊は病なんかじゃない、抗体だ。人類にとって良薬なんだ。学園長、多分そいつと話しても無駄です。おや、もうやめるのか。いいだろう。じゃあ手を動かすとしようか。何をする気？これはただの体だ。まだ人類だった頃の私と一緒だ。私の意志も精神も当に仲間たちと支配劇場と一つになった。私が一人でも生き残れば私は死なない。見るがいい、私たちはどこにでもいる。私たちこそが人類の理想的な姿。勝利は私たちのもの。やれるものならやってみなさい。これがあの教授の人形ね。コアは避けておいたから、持って帰って博士に渡しましょう。ええ、しかしどこかおかしいです。フカもそう思う？なんだか不安になるぐらいうまくいきすぎてて、奴らは仲間や自分の犠牲を全然気にしていない。なるべく早く皆さんと合流しましょう。ええ。
この完璧じゃない。ライデン・メイ、制約の。今日みんなをここに呼んだのは、律者コアの解析進捗の報告と次の戦略を決めるためだ。ではアインシュタイン博士、テスラ博士、フカとテレサさんが持って帰ってきてくれた人形のおかげで今までの推測の実証ができた。分かりやすいように説明すると、人形たちは相互接続するネットワークのようなもので、支配劇場はそのサーバーにあたる。人形たちの間では一定の情報共有が可能で、それが奴らの主な情報源だ。でも絶対的なものじゃないわ。もし協力的じゃない人形がいたら、他人と情報を共有しないこともあり得る。まだ人形内部がどういった状態かわからないからね。しかし逆に言えば、そのネットワークを利用することもできる。博士が前に言ってた逆探知ね。そうだ。ネゲントロピーが所有する数十体のコアサンプルを通して、人形の残存数と活動位置をかなり正確に推測することが可能になった。それはつまり、敵に一方的にやられる状況じゃなくなったということだ。すでにこの方法で人混みに隠れた人形を10体以上倒した。敵の位置と数を把握できれば反撃の計画も立てられるだろう。いいお知らせね。人形の戦闘力はかなり低いから、武力による戦闘に持ち込むことができれば勝つ方法はいくらでもある。しかし今は厄介な問題があるんだ。問題？人形の動きが止まった。止まった？どういう意味？文字通りの意味だよ。止まった、やめた、トラブルを起こさなくなった。情報が漏れたことに気づいたから？それも一つの原因かもしれないが、もう一つ気になることがある。人形の数がちょうど500で止まったんだ。ちょうど1000人の半分ですね。その通り。2日前人形を観測していたら、その数が501から500になった。その時から人形たちは何の前触れもなく活動をしなくなった。丸2日間人形は姿を現していない。計画を放棄したか、それとも奴らの計画が新たな段階に入ったか。奴らがこれまでにやってきたことだけでももう十分世界中を混乱させてるけどね。破壊はまだ副次的なもので、一番厄介なのは集団における不信と猜疑心。人と人との信頼関係がますます悪くなってるわ。ほら、私も半月もの間帰れなかったでしょ。現状は俺たちにとってかなり不利だ。今の状況を変えなければならない。これまでの方法のまま人形が現れる時に現場に向かうのではダメだ。時間的に受け身になるだけでなく、兵力も分散してしまう。だから最も望ましい方法はこちらから打って出ること。相手を一箇所に集めて一網打尽にする。確かにこれは簡単なことではない。この状況を作り出す方法は二つだけ。追い立てる、もしくはおびき出す。追い立てることに関してはあまり現実的ではない。人形はあまりにも分散していて数も多すぎる。だからおびき出すしかないだろう。支配の律者が絶対に見逃せない状況を作り出し、罠にかけるんだ。待って、人形たちが見逃せない状況、それっておとりが必要ってこと？そうだ。
おとりは私がなる。なんですって？キアナが支配のリツシャの目標はリツシャ。二つのコアを持つ私ならきっと奴らを引きつけられる。そもそもこの計画も私がベルトに言い出したことだし。俺から説明するよ。別にキアナを危険にさらすつもりはない。俺たちはハイペリオンに乗って北極基地、すなわち国会が提案した空の律者のために作られた収容施設に向かう。今までの経験上、人形たちは必ずその情報を入手する。北極基地の周囲100キロは無人エリア。人形が誕生する条件を満たしていない。基地内には電磁障壁があり、そこから支配劇場へと接続することは不可能だ。今ソルトレイク基地にも同じ遮断設備を導入した。つまりソルトレイク基地からハイペリオンに乗って北極に到着するまでの間が、人形たちにとって唯一キアナの力を奪えるチャンス。敵のために作った隙ですか？奴らに与えられた選択は二つのみ。空の律者の力を諦めるか、全力で奪いに来るかだ。もちろん計画の実行に関しては今ここにいるみんなが決めることだが。賛成に一票。博士、この計画なら相手の不意を打てる。人形に対策を考える余裕はなく、準備も比較的。一方、僕たちは終始ハイペリオンでキアナをサポート可能だ。つまり僕たちは戦力を集中させることができる。私も賛成よ。今のところ一番有効な作戦だと思うわ。テレサ、委員長、それにブローニャとゼーレ、みんなから見た私はずっと危険に身をさらしてるのはわかるけど、今回は違う。みんなの力が必要なの。みんなのこと、そしてネゲントロピーの人たちのことを信じてる。だからみんなにも私のことを信じてほしい。はあ、バカキアナ。もちろん信じてるわ、ずっとね。ただつい心配してしまうだけです。キアナ、大丈夫ですか？安心して、賞賛はある。キアナ、心配しないで、ゼーレ。みんながいれば安心できるから。ゼーレも頑張るよ。どうやら結果は出たみたいだな。では今回の殲滅作戦は3日後に執行する。今日みんなをここに呼んだ理由はもう分かってると思う。新たな情報を入手した。空の律者は近々北極の基地に移送されるらしい。これはあからさまな挑発だ。これ以上我慢しろって言うのか？あいつらにとって私たちは雑魚、チーズにしか目のないネズミだ。だからこんな分かりやすい罠を張ったんだ。この機会を逃したら私たちはネズミ以下になる。売られた喧嘩なら買ってやる。そして完膚なきまでに潰してやる。罠にかかったのはネズミじゃなくヒグマだと気づいた時、奴らはやっと後悔する。よく言った。身の程を知らないあいつらに私たちを舐めるとどうなるか思い知らせてやろう。
本物の団結を見せてやるんだ。ああその通りだ。そうだそうだ、もう見下される日々はごめんだ。今の私たちには力がある、仲間もいる。これは団結した私たちにしかできないことだ。そうだそうだ、よし。では今回は満場一致で空の律者に総攻撃を仕掛ける。状況はどうですか？レーダー範囲内に異常なし。わかりました、引き続き待機します。北極まであと半分。急がば回れ、敵もそれが分かってます。あ、来たわ。船尾方向より高速接近する飛行物体を複数検出、作戦準備を。船尾はブローニャたちのいるエリアです。せっかく招待を受けたんだ、ないがしろにするわけにはいかないだろう。これはバイクを奪われた小娘と治療を拒否した患者じゃないか。
の適性反応を再び検出。このままいくと甲板で接敵するわ。甲板。ゼーレ、敵がそちらに向かってます。わかった。ブローニャお姉ちゃん安心して。ロザリアとリリアのこともお願いします。うん、任せて。いや、久しぶりだ、黒と白のお姫様。子供を連れて散歩中かい？ブローニャは…状況はどうですか？レーダー範囲内に異常なし。わかりました。引き続き待機します。北極まであと半分。急がば回れ。敵もそれがわかってます。あ、来たわ。船尾方向より高速接近する飛行物体を複数検出。作戦準備を。船尾はブローニャたちのいるエリアです。せっかく招待を受けたんだ、ないがしろにするわけにはいかないだろう。これはバイクを奪われた小娘と治療を拒否した患者じゃないか。もう一人の私。適性反応を再び検出。このままいくと甲板で接敵するわ。甲板。ゼーレ、敵がそちらに向かってます。わかった。ブローニャお姉ちゃん安心して。ロザリアとリリアのこともお願いします。行くわよゼーレ。うん、私たちの約束のために。いや、久しぶりだ、黒と白のお姫様。子供を連れて散歩中かい？Thank you.
理側も片付けました。でもレーダー上にはまだ敵がいるわ。船内に入りました。調子はどう、キアナ？大丈夫だよ、テレサ。落ち着いてるわね。昔のあなたならとっくに飛び出してたのに。そうだね。でも私が言い出した計画だからちゃんと最後までやり遂げないと。何の音？人形？もうここまで入ってきたの？されてかわいそうな子。でもあんたたちは罠にかかった。餌を全部食べてしまえば罠にかかっていないのと同じこと。やれるものならやってみなさい。十字架よりも背の低い小学生のくせに私たちの邪魔ができるとでも。の周囲に張られた電磁障壁の向こうかよ。なんですって？障壁が消えた。プラン B に行こうよ。キアナ、覚えてて。空の通信が妨害された。もう言うのも面倒だけど、あなたのためにもう一度言ってあげる。キアナ、ようこそ支配劇場へ。